きましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとは黒い助の方々とあなたたちの問題でしょう。だったらどうして。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。ギーアちゃんから引き受けましょう。巫女殿の意味は極力そうよう、マスターに申し使っています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。戦機に牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。キーボー、キーボー、そんなことは。ありがとう、鋼の聖女。おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなります。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えてあの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。私も全力で援護させてもらいます。いい。アンギスが七中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。あっ、見せてみなさい、あなたたちの覚悟。戦いのダンス始めようか。もろすぎる。よし。行きます。ドライブ開始。さてさて、僕の番か、エニグマフロム。
僕の番か。行きますよ。にらみ剣。さてと。エニグマクローン。神の雷よ、いざ戦場に来たれ。よし。ああ、せい。
俺の番だね。
よ。
俺たちの全力ってやつだぜ。驚きました。私に膝をつかせる者たちがよもや現れるとは。まだ立てるのか。でもこちらだって。これ以上矛を交えるつもりはありません。今のあなたたちならば戦機や剣聖たちにもいずれ届くでしょう。引いてくれんのか。光明を示せたのであればこれ以上は無用の手出しというのも。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。そうですか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと慣れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖剣、帝国での動乱が決着すれば、減塩計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても、私有を決する時は近いでしょう。ああ、そうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたのその顔、そして鉄器隊という名前。まさかあなたはかの獅子戦役を。よくぞ気づいたとだけ答えておきましょう。エリー、何の話だ。それではさらばです。運命を前にあなたたちが答えを出せること、遠き地より祈っていますよ。エリ、一体何の話だったんだ。なんだかものすごく思わせぶりなやりとりでしたが。そうね、
混乱させてしまいそうだからあまり言いたくはないけど、私の考えが正しければ、彼女は250年前の人間だわ。何？それって250年前エレボニアで帝位をめぐる激しい継承者争いが起きたことがあったの。争いは帝国全土に波及し、ついには獅子戦役という名前で呼ばれることになったのだけど、その時中立の立場から戦乱を終わらせるべく立ち上がったとある女性の武人がいたの。リアンヌ・サンドロット。麗しき黄金の髪をなびかせ、決起隊という一団を率いて戦場を駆け抜けた人物よ。あそれってまんまじゃねえか。私も本か何かで読んだことがあります。戦乙女リアンヌ、または槍の聖女リアンヌ。帝国では誰でも知っている歴史上の有名人だね。敵機体に敵機体、槍の聖女に鋼の聖女か。外見といい、確かにあまりにも符号が揃いすぎている。でも250年前、自らの働きで平和が戻った直後、彼女は命を落としたはずよ。暴殺されたとか病気だったとか、いろいろと諸説があるのだけど、普通に考えればその人物の真似をしただけだと判断すべきかもしれませんが、あの凄まじい力を見ちまうと本人にしか思えなくなってくるな。ましてやあの得体の知れねえ結社の人間だし。これは総長にも報告しておく必要があるな。やっぱり混乱させちゃったわね。いずれにしても彼女もクロスベルから去ってしまった。憶測は置いておいて、私たちの問題に集中しましょう。ああそうだな。よし、金の共鳴を止めよう。うまくいけばクロスベル氏の結界を解除できるはずだ。